またなっとるよみんな。もうよくないよ。語尾の世は悪って僕は何度も言ってるよみんな。みんな語尾の世は悪だよ。わかった？世はいけませんよ。まあ俺も世って言ってもらったけど、わかった？世はダメだよ。ぴょん。よし、よっしゃ学んでいこう。もう世は悪やからね。よし。もう繰り返し一人でも言ったらもう指摘していこうもうこれは。要はね、やっぱね、みんな気をつけよ。教えたっとるっていうのがね、こう上から目線な感じがね、いかんやっぱり。うん。語尾を縛るのはきついと思います。うるせえな。あ、しまった。ごめんごめん。反射的に昔の俺が出てうるせえなって言ってもらって、ごめん。失礼しました。思わずね、やっぱ僕もね、やんちゃな時代がありますからね、うるせえなって言ってました。言ってしまいました。これはいかん。頼むよみんな、信じてるからねみんなのこと。まあそれか語尾は縛るのはもう大変だっていうことであればもうオールフリー、その代わり俺ももうオールフリーでみんなの思い通りにやらないっていう、そういう手もあるからね。お互い自由、本当の自由とは何なんだという殴り合いの喧嘩というのもありますけど。まあこっちが統率しようなんていうのはまあそもそも無理な話だよね。いいよもう何々ですよ、何々だよ、何々だよならいいな。なんかですよって言われると冷たく感じるのは不思議だな。もう自由にいいですよ書いて、もちろんもちろん。ああ注意されているような感じがする。ああまあでも何々ですよって言われるとそういう注意されとるっていう感じがもしかしたらあんのかな。一回言ってみるか、みんなどういう感じするか言ってみて。そこの地下道右ですよ、ここのマップ難しいんで行けないですよ、そこ突き当たりですよ、そこの地下道を右に行くと行けると思います。これでもあかんな、声やと口調とか笑顔で変わってまうな。だから分かった、みんなが何々ですよっていうのを俺の中の頭の中で変換しちゃうからいかんってことか、そういうことやな。なるほど了解。勝手に何々ですよって冷たく言っとるのではあるまじろかっていう、そういうことを勝手に思ってまうわけね。なるほど。あのさ、この話俺もう6000回ぐらいしとるな。6500回ぐらいしとるねこれ。でもみんなこうしようね、こうしよう、もう語尾これにしよう。もうそしたらもうみんなが幸せやわ。あー全然違うわ、伸ばし棒あると全然嫌じゃない。ただなんか伸ばし棒あると嫌じゃないけど、なんか慣れ慣れしいなこいつらって思うねやっぱ。いや同棲10年な。じゃあじゃあ結論決まりました。自由、結局自由になるんだよね。6000回とも自由になるんだよね。